出水市でプロ野球、福岡ソフトバンクホークスなどで活躍した川崎宗則さんら3人の元プロ野球選手が地元の子どもたちを対象にした野球教室を開きました。出水市で開かれた野球教室には市内のスポーツ少年団や中学校の野球部からおよそ60人が参加しました。教室では福岡ソフトバンクホークスやメジャーリーグでも活躍した姶良市出身の川崎宗則さんらがバッティングや守備を教えました。ついつい最初にノックをしたがるんだけども、ノックよりも大事なのはこういうことを繰り返し覚える、優しく。また川崎さんらも参加してミニゲームも行われ、参加した子どもたちはプロの技術を間近で学んでいました。今日教えてもらったことを今後の練習に生かして、試合でも勝てるようにしていきたいです。何より子どもたちと、触れ合って、また自分も元気をもらいましたし、子どもたちにとってもいい時間が過ごせたんではないかなと、そう思いますね。本当に楽しい時間でした。僕も今日ね、めちゃくちゃ投げたんですけども、体が動く限り、ぶつかっていきたいなと思います。は